美味しそう。いただきます。超美味しい。最近結構この冷凍パン入れること多いんだよね。自分でやってるんですけど、ネイルのジェルが届きました。いつもねこのジェルで長さ出ししてるんですよ。いつも私セルフネイラーだからね、これは結構必須アイテムです。あ、そうそう、昨日ね韓国インテリアの雑貨が届いたのでちょっと紹介していきたいと思います。めっちゃ可愛いんだよね全部。なんかインスタとかにはちょこちょこ載せてるんですけど、チェリーシュガーっていうお店で買いました。ドタイプなものありすぎて何個かちょっと紹介していきたいと思います。まずはこの子です。この子ねカーテンをね止めてくれるウサギちゃんなんですけど、ちょっと逆光で暗くなっちゃうんですけど、かわいいな感じで、手がねマグネットになってて、ここで外してこうなるみたいな、かわいい。このうさぎちゃんと、はい、続きましてこのクモです。すごい肌触り良くてモフモフなんですよ。だいたいねここに飾ってるんですけど、もうほんとねふわふわで気持ちいいから、たまにお昼寝するときに枕に使ったり、お抱き枕とかにして使うこともあります。もうねめっちゃ可愛いからお気に入りです。はい、次はこのねトートバッグとこのキーホルダーです。可愛い。このねグルミットのキーホルダーいろんな種類があって、もうね悩みに悩んだんですけど、セーターを着ているやつを選びました。めっちゃ可愛い。この子はねこのトートバッグにもつけるし、いろんなバッグにもつけて出かけることがあるので、そうよくね一緒にお出かけしてます。でこのトートバッグはめちゃくちゃ大きいので、パソコンを持ち歩いたりする時とか、結構荷物多めの時このトートバッグよく使います。あとご飯買う時もこれに結構入れたりしますね。めっちゃ万能なので、このトートバッグでこのプルミットのキーホルダーという組み合わせ結構多いですね最近。はい、そしてですねここにチューリップのお花と日傘があります。これも買いました。かわいいよね、置いとくだけでさちょっと家が韓国っぽくなるんだよね。であとこの日傘、黒のね折りたたみ傘持ってたんですけど、台風の時にさ壊れちゃって新しいのベージュを選んでみました。で私一年中日傘さすから、やっぱね何個あってもいいんだよねお洋服とかその日の気分によって使い分けてます。そしてこのピンクの T シャツです。
このピンクの T シャツもチェリーシュガーのやつです。かわいい。やっぱピンク T シャツね、私結構持ってるんですけど、何個持っててもやっぱね買っちゃうんですよ。かわいい。やっぱね夏はね色物着たいんですよね。この T シャツもお気に入りです。はい、そしてこちらです。このねクロックスの飾りもチェリーシュガーです。グルミットさマジかわいいよね。なんかねパーツ全部あと2つ残ってるんだけど全部ねつけれなくて、まあ、こんな感じです。気分によってなんか配置とかも変えれるから楽しいんだよね。私ねほんと最近クロックスしかマジで履いてなくてさ、そうだから今すごいクロックスをねカスタムするのがめっちゃ好き。このクロックスはシーンで買ったんですけど、厚底ですごく足が漏れるしめちゃくちゃ歩きやすいのでめっちゃおすすめ。でもシーン購入品のどっかで紹介してます。あとこのシュシュですね。このシュシュもチェリーシュガーです。なんかねちょっと高級感あるんだよね。あとこの時計もチェリーシュガーです。はい、ってことで以上が韓国雑貨チェリーシュガーの購入品紹介でした。ちょっとね今睡魔がやばくて、あと10分ぐらい仮眠取ろうかなって思うんですけど、ベッドで寝ちゃうと起きれないのでこのソファーでちょっとお昼寝したいと思います。ちょっと準備します。よし、じゃあちょっとおやすみなさい。よいしょ。ピーチジョンのパジャマなんだけどめっちゃ可愛くない？